肛門周囲腺腫の細胞心臓。肛門周囲腺腫とは、高齢の虚勢していない汚水のでの発生が多い、肛門周囲腺の両性腫瘍。肛門周囲腺は変形腺であり、主に肛門周囲、尾の基部に分布するが、大腿部、方皮などにも認められる。猫には肛門周囲腺は存在しない。肛門周囲腺腫は、ホルモン依存性であり、間質細胞腫を併発することが多い。 適切な治療を行わなかった場合には、肥大した腫瘍の表面が破れて、出血、海洋、細菌感染を引き起こすことがある。肛門周囲腺腫の発生にはアンドロゲンが関与するため、お水犬では虚勢により予防が可能であり、発生した肛門周囲腺腫も虚勢により縮小することがある。治療は、主として肛門周囲腺の外科的切除であり、未虚勢であれば、 同時に虚勢手術を行うことにより、再発率を低下させることができる。外科的切除の他に、化学療法、凍結療法、放射線療法などが有効である。メス犬での発生は、ほとんどないが、オスの肛門周囲選手の後発領域で認められる、腫瘍は、アポクリン腺がんなどの悪性腫瘍が多い。肛門周囲腺がんは、ホルモン依存性ではなく、肛門周囲腺腫との鑑別は、 細胞診では困難であり、病理組織学的検査が必要である。肛門周囲腺腫と肛門周囲腺癌をまとめて肛門周囲腺腫瘍と呼ぶ。ありがとうございます。